レオニダス二世、レオニダス二世は、アギス町のスパルタ王である。レオニダス二世は、クレオメネス二世の孫で、王にならなかったクレオニモスの息子である。レオニダスは、成人に達していなかった、アレウス二世の後見人を務め、その死後には老齢にもかかわらずその王位を継いだ。王位につく前、長らく、セレウコスアサシリアのセレウコス二世に仕え、 オリエント式の種族を身につけていたレオニダスは、出実合計を胸とする、リュクルゴス制度からの市民の逸脱を黙認し、浮遊者の味方だった。そして、彼は共同統治者のエウルポン・アソノ・オー・アギス4世の、貧困にあえぐ市民のための改革に反対した。そこでアギス派の監督官であったリュサンドロスは、異国で育てられ、異国の妻をめとっていたレオニダスを、 ヘラクレスの子孫たるスパルタ市民は異国の女との間に子を設けるべからず、またスパルタより異国に移住したる者は殺害すべしという古い法律、レオニダスが父の前でスパルタを破滅させるという誓いを立てたことを持ち出して弾劾した。レオニダスはアテナ神殿に逃げ込んだものの有罪判決を受けて王位を追われ、紀元前240年にアルカディアに亡命した。 大位には、レオニダス娘婿クレオンブロトス2世が登った。しかし、この時アギスは、レオニダスの命を奪おうとはせず、これが、後のアギスの破滅につながった。その後、監督官のアゲシラオスの助力によって帰国した、レオニダスは、アギスとクレオンブロトスへの復讐に取り掛かった。まず娘の懇願に負けて、命は奪わなかったもののクレオンブロトスを追放し、 アギスを捕らえてその祖母と母もろとも処刑し、自らは福井した。また、アギスの妻アギアティスは、多額の財産とズバ抜けた美貌を誇っていたので、レオニダスは無理やり自らの息子クレオメネス3世と結婚させた。時代の王にはクレオメネス3世がついた。ありがとうございます。